マスコミっていうのがもう、オワコンであるというふうに言ってるんですけども、それらもですね、一斉に終わったりしないんですよね。まず中小からバタバタバタと潰れて、そしてトップのところが一つか二つだけが生き残って、じゃあ結局トップだけは生き残るかというと、次は世界のトップとの争いになって、日本のトップとかは多分一時期的に全国制覇したように見えて、あっという間に食われちゃうんじゃないのかなと。2013年以降アニメはどうなってるのかとかですね、あとどの新聞が面白いつまらないとかありましたけども、新聞自体読まないですね。逆にだから今年あたり新聞が「紅白歌合戦」が今最新になって、オワコンじゃなくて最新になったように、新聞って僕はもう終わると思ってるんだけども、終わるっていうのは中規模の新聞がほとんど終わってしまって、超メジャー紙が1紙か2紙しか残んないんじゃないかなっていうのが僕の勘なんですよ。その超メジャー紙っていうのが朝日新聞か読売新聞か、そこがね、わかんなくて、そうじゃなくて、なんかね、下手したらね、まあ、ヘラルドトリビューンとかもうないんだけどさ、ウォールストリートジャーナルの日本語版でもういいんじゃないのとか、あと、なんかニューヨークタイムズの日本語版でいいんじゃねえのとか、なんかそういう、国際紙の日本語版っていうふうな形が生き残るような気がしないでもないですね。そういう、日経新聞よりはウォールストリートジャーナルの日本語版出た方が、実は乗り換える人多いんじゃないのかなと思います。2013年以降、出版はどうなる？出版はどうなるも、2013年はターニングポイントなので、多分出版業界バタ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 倒れるんですけど、これも一斉に倒れるとか、俺出版っていうのがオワコンだと思ってるんですよ。自分自身でその大メーカー、金融、マスコミっていうのがもう、オワコンであるというふうに言ってるんですけども、それらもですね、一斉に終わったりしないんですよね。まず中小からバタバタバタと潰れて、そしてトップのところが一つか二つだけが生き残って、じゃあ結局トップだけは生き残るかというと、次は世界のトップとの争いになって、日本のトップとかは多分一時期的に全国制覇したように見えて、あっという間に食われちゃうんじゃないのかな。で、じゃあその世界のトップになった Google とか Amazon みたいなところも、そこから5年後ぐらいに出てくるまた新興勢力の、多分アフリカあたりを基盤にしたところとかにあっという間に食われてしまうというのが、その恐竜が滅びて哺乳類が、なんだろうな、伸びていく時代のような、なんかこうものを僕は感じてます。